お、打った。よっしゃ。皆さんこんばんは、虫岡です。というわけで、夜の山に来ております。実はね、この山にね、夜くんの初めてなんですよ。もしかしたらね、梅雨の時期の晴れた日なので、カブとクワガタ採集のライバルのね、親子もいるかなと思いますけれども、あくまで狙いはコロギスです。夜の公園で今日こそリベンジしてやろうかなと思います。めっちゃヤブキリがまず鳴いてますよね。ちょっとそいつをちょっとまず見てみたいな。絶対あそこにヤブキリおるな。ここやな。おったヤブキリです。さあ、しかしコロギスどうやって探せばいいんやろ。なんか手すりにいますね。ひまわりかな。コロギスのね、厄介なところはね、鳴かないんですよ、あいつ。コオロギとキリキリスの間のくせに。鳴く虫採集は僕得意なんですけどね。でっけえのがいるよ。さあ、前回コロギスが歩いてたあたりに来ております。ここら辺でちょっとね、ゆっくり足を止めて、木の、うおー、トリクショ。でっけえ。しかしちょっとだけ雨が降ってきたな。ヤモリちゃんだね。コロギスはね、街灯にも寄ってくるっていう情報を聞いてるから、ちょっとさっきから街灯周りをしてるんですけど、いないですね。街灯周辺の木についてたりせへんかな。うん、オオカマキリの幼虫かな。おってないわ。まっ、いや、カマキリでかっ。カマキリ見つかんのにな。まだ俺の目は生きてる。もうちょっとね、コロギスはでかいから、見つかるときはガッと見つかるはずやねんけどな。ガッと見つかれてないやろ。アマガエルちゃん。え、しかまきか。ちょっと興奮したのにな、今。お、おった。よっしゃ。ちっちゃくねえか。でもこれや、絶対そうや。やりました。でもなんかちっちゃい気がする。ちょっと違う気がする。羽なしコロギスですね、多分これ。うわ、やったね。いや、目的のコロギスとは違ったけど、なんとか出会えましたね。あー、よかった、一つ成果になった。あ、でもこいつもやっぱりコロギスらしく、前脚はがっつりトゲが生えてますね。そう、普通のコロギスに比べてちょっと小型でね、そして羽が生えてないですね。俺も正直図鑑でしか見たことないんで確証はないですけど、おそらくでもこのコロギスらしいフォルムに羽が生えてないので間違いないかなと思います。とりあえず出会えたらよかった。こうやって見たらさ、色とか見た目に関してはちょっとリオックに近いよね、こいつの方が。多少強引やったけど、探し方は間違ってないってことやな。いや、それでも奇跡なんかな。おっとおっとおっと、またおった。もう一匹おった。やべえ。さっきと違う個体です。2匹目です。
わ、嬉しい。どうなんやろ、生息環境って羽なしコロギスとコロギスは似てるんかな、それともコロギスがおらんからこの羽なしコロギスが生きてられるんかな。ちょっと引き続きこの探し方で帰ってみよう。なんかおった、なんかおった、なんかおった。うわ、羽なしやな。羽なしコロギスです。ゲジがガンを捉えてます。大ゲジかな。わあ、すげえ。皆さんの大好きなゲジの食事シーンです。いや、雨も本降りになっていたし、何よりガチで探しすぎてもうすぐ終電や。いや、頭おかしいよね、マジで。そのソロタイムアップだな。それほど難しい種類じゃないはずやのにな。いや、悔しいね。この梅雨のね、雨の中来てしまったっていうのがね、いろいろとコンディション最悪な中やったけど、羽なしコロギスには出会えたし、いや、よく戦いました。終電で帰ろう。最後にこの鳴き声の主だけ探して帰るか。